はい、皆さんこんばんは。ではアルスト縛りの1日の夜ご飯、早速本編を始めていきたいと思います。5分間ほどです。どうぞよろしくお付き合いください。では東京2020、ちょっと痛々しいロゴですけど、いただきます。乾杯。どうなんでしょうね、オリンピック。まあやるにしてもやめな、やらないにしてもですね、本当に大変ですね。大変な選択肢をこう今日本は迫られてるなという気がします。はい、今日はですね、ちょっと食材を買い出しに行ったんですけど、なんか食べたいなというものが見つからず、まあいっそのことっていうことで、お家にあったものだけでやってます。なのでちょっと雑食的で申し訳ないんですけど、あては赤ウインナー、それから真ん中がおでんですね。で、一番左、今のアルコール入れてますけど、こちらはメスティンを使って蒸し物、横浜名物シューマイっていうのをやっていこうと思います。横浜ってシューマイが有名なんですかね。ちょっとあんま聞いたことなかったんですけど、メスティンの網がなんか手に入ったので、せっかくだったら蒸し物をやってみようということで、挑戦してみてます。今日はだから焼く、煮る、蒸すと三拍子揃った感じになりましたね。はい、ではシューマイですね。もう1個ぐらい入りそうですけど、まあ、全て冷蔵庫の残り物でやってますので、こんな感じで失礼します。はい、ダイソーのスキレットもですね、直径が13センチほどで、本当にちっちゃいんですけど、まあこのアルストだとちょうどいいですね。冷蔵庫にあったですね、鶏肉のハンバーグですか、こちらもちょっとやっていこうと思います。このハンバーグのソースが飛んで、隣のアルコールストーブが、炎が上がって、それでおでんが煮えるというですね、なんか面白い絵になってますけど、はい、気温が23度ぐらいでですね、もう本当に快適なので、ちょっと部屋の中はもったいないなと思って、外にテーブルを出してやってます。早速シューマイができたのでいただきたいと思います。はい、こんな感じです。レトルトなので失敗がないですね。安定の美味しさですね。はい、味も濃くてですね、とても美味しかったです。ちなみに汚れ物はすべてですね、ダイソーのドライバッグ3リットルの分を横に映ってないですけど置いてまして、そこにじゃんじゃん入れて水を入れてます。とても便利です。あ、なんか強火でまずいので弱火にしたいと思います。おでんが煮すぎてますね。この、粉ふるいを使った弱火、これもとっても便利ですね。取っ手が熱くならないように皮を巻きました。弱火成功です。はい、お酒もですね、三竹酒造の赤家へのいざないをちょっといただきながら、おでんも最後ちょっとずつ楽しませていただいてます。卵はいいですね、ちょっと煮込んでて固くなった白身と、あと出汁の染み込んだ黄身と、もう最高の最高のですね、あてになりますね。はい、ちょっと暗くなってきましたので、火起こし器でちょっとこの焚き火を眺めながら最後楽しもうと思います。このセリアの火起こし器ですね、とにかく酸欠になりやすいので、あまり中に薪を入れすぎないことがポイントです。入れてもなるべく上の方で燃やしてですね、火が完全ついてから落とすというやり方がですね、まあ、大体ベストです。まあ空気穴とかもいっぱい開けてるんですけど、本当にこれは酸欠になりやすいので、まあたくさん燃やしたい場合はこんな使い方をするといいというのを知っておいてください。ということで、アルスト縛りの、朝昼晩3食をやってみました。まあ、個人的にすごく楽しくてですね、
基本的に私の動画は自分で見るためのまあ自分のですね記録みたいな要素でやってるので、ちょっと皆さんにとって面白いかどうかよくわからないんですけど、まあ面白ければグッドボタン、チャンネル登録もお願いできればと思います。まあグッドボタンが多ければですね、また、この企画もやってみたいなと思いますので、今回はご視聴ありがとうございました。前編見ていただいた方、本当に感謝いたします。